アウディは、現在ミッドサイズの電動クロスオーバー SUV、Q4 e-tronを開発しているが、その市販型となる最新プロトタイプをカメラが捉えた。Q4 e-tronは、ジュネーブモーターショー2019で初公開された Q4 e-tronコンセプトの市販型で、Q3 と Q5 の隙間を埋めるフルエレクトリック SUV だ。捉えた最新プロトタイプは、初めてヘッドライトが点灯、コンセプトとは異なる光を放っているが、市販型では25の異なるパターンから選択することができる。またクロムで仕上げられたワイドな密閉型グリルやコーナーエアインテークも市販型では新設計されていることが見て取れる。さらにテールライトのグラフィックが変更されているほか、ルーフスポイラーには第3のブレーキランプをインストール、安全性が高められている。アウディ Q4 e-tron 市販型プロトタイプスクープ写真プラットフォームには VW ID3 や ID4 と共有する MEB を採用、スポーツカーのように寝かされた A ピラーも特徴的といえる。キャビン内の画像はないが、大型のインフォテインメントディスプレイ、デジタルインストルメントクラスターなどが搭載されるはずだ。パワートレインはフロントに最高出力 102HP、 リアに 204HP の電気モーターを搭載し、システム合計出力は 306HP に達する。コンセプトモデルでは0-100kmh 加速 6.3 秒、最高速度 180kmh、 電子リミッター作動とされていた。 Q4 e-tronのデビューは年内とみられ、クーペバージョンの Q4 e-tronスポーツバッグ、さらにスパイシーな高性能モデル Q4 e-tron S などが続くと予想される。新型車最速スクープスパイダー7をチェック。